います。これは広大な海に響く美しい旋律です。しかし皆さんは網に体が絡まって身動きが取れなくなってしまったクジラが恐怖と絶望にとらわれた時どのような声を上げるかをご存知でしょうか。ザトウクジラは地球上で最大の生物の一つです。クジラたちの家は境界のない、場所によってはそこも見えない果てしない海です。そこでは巨大なクジラでさえ大きめの水槽で泳ぐ小さなグッピーのようでもあります。ザトウクジラは最も移動性の高いクジラの一つと考えられていて、時に水中から飛び出し大きな音を立てて跳ね、実に壮観なショーを見せてくれます。しかし実際にはこのような行動は遊びではなく、体についた寄生虫を落とすためです。しかもクジラは空気を吸う必要があるので、定期的に海面に上がってくる必要があるのです。ザトウクジラは常に旅をしています。海の深くまで潜るのは主に移動の時です。また沿岸の近くに来るのは餌となるオキアミや魚が密集している地域に限られます。たまに餌を追って陸に囲まれた湾に入り込むこともあります。クジラは体が巨大なため自然界にほとんど敵はいません。旅の道中用心しなければならないのはクジラの子供を攻撃することのあるシャチくらいです。しかしこの地球上にはこのクジラの巨体を恐れない敵がもう一つ存在します。人間です。長い間人間はザトウクジラを漁の対象とし、その数を大幅に減少させました。現在ザトウクジラが人間から受けている最大の被害は船舶との衝突事故と海洋の騒音汚染ですが、これらは個体数の減少にそれほど深刻な影響を与えてはいないようです。これ以外にはザトウクジラにはエコロケーションの能力がないため、漁網を感知することができず、しばしば網に絡まって死んでしまいます。クジラが生息する可能性のある全ての海域でこのようなウォータートラップからクジラを救出するための特別なチームが組織されています。ある時トンガ島近くでバカンスを楽しんでいた観光客たちは様子のおかしい一頭のクジラに気づきました。クジラが水面近くをスーッと泳ぐと、その後を網とブイがついていくのです。そしてそのクジラは歌のようではなく、追い詰められた獣が上げる悲しげなうめき声のような声を出していました。人々は燃料がなくなるまで何時間もこのクジラを追い続けました。そして救援のボートが到着すると、人々は協力してクジラを網から解放することに成功しました。2011年、写真家でありホエールウォッチャーでもあるマイケル・フィッシュバッハ氏はクジラの声を聞きに家族と共に海辺へ散歩に出かけました。彼らは遠くに動かない若いザトウクジラの体があるのに気づきました。ボートで近寄り騒がしいエンジン音を立てながら周りを何度回ってもクジラは微動だりせず、声も立てず、まるで死んでしまっているようでした。しかし突如そのクジラは水面上に少し体を上げ、息を吐き潮を吹きました。クジラが呼吸をしたのです。その瞬間皆は1秒も無駄にせず行動を取らねばならないと考えました。マイケルさんは状況を確認するためすぐに水中に潜りました。クジラは魚用の網に絡まってしまい、尻尾もヒレも動かせない状態になっていました。マイケルさんはボートに戻りクジラを網から解放する作業を開始しましたが、なかなかうまくいきませんでした。やがて胸びれから網が外れるとクジラは喜びのあまり1キロメートルほど船を引っ張り、船をひっくり返しそうになりました。しかし自分がまだ完全に自由ではないことに気づいたのか、まるで状況を理解して救出作業の継続をお願いするかのようにマイケルさんたちの方に戻ってきました。ついに作業完了かという最後の瞬間、ほどけた網の一部が水中に沈み、再びクジラの尻尾に引っかかりそうになりました。しかしマイケルさんたちは間一髪で網をつかみボートに引き上げました。クジラはゆっくりと沖に向かって泳ぎ出しました。
500メートルほど離れた時、水しぶきを上げてジャンプをしました。その後、驚くことに何度も何度もジャンプを繰り返しました。その場にいた全員がおそらく助けてもらったことへの感謝であると感じました。皆さん、今回はここまでです。このビデオが気に入ったらいいねを押してください。また次回お会いしましょう。